30分なんで、とりあえずですね、ドラムをですね、まあ、皆さん多分ドラムから作っていくことがほとんどだと思うんですけどね、もういろんなドラムの音、FA だといい音入ってますんで、これをですね、もう慣れてる方はもう指ドラムでやっちゃってもいいですね。こうやってテンポも後から速くできるんでね、やっていただいてもいいですけど、こういうのがもうそのまま曲作りで使えますので、これも使ってください。なのでちょっと一回やってみますね。それでもうレックボタンを押すだけでいけちゃうんですね。じゃあまずはロックでフィルインなんかも入れてみましょう。でフィルインが多分もう一丁フィルイン、これはですね、もうプロドラマーさんがもうしっかり叩いてくれますから、かっこいいですね。これもうすでに聞いてみましょう。ドラムの音も変えてもいいです。こんな感じで、もうなんか美味しいドラムパターンがですね、すぐに使えますので、そのまま弾いていただいても結構です。パッと作っちゃっても OK。 はい、 OK だし、やっぱりちょっと弾くのは自信がないなっていう時あると思います。そういう時はこれもぜひ覚えて帰っていただければと思うんですけど、ステップレックっていう方法があるんですね。今私が自分で弾いたのはリアルタイムレックっていう方法で、今度はいわゆる打ち込みするのはステップレックと言いまして、レックボタンを2回押します。もう1回押します。そうすると5小節目からは どの長さの音符入れますか、8分音符入れますか、4分音符入れますか、16分音符入れますかっていうのをここにもうあらかじめ指定できるんですね。なので、まあ、例えば8分音符にしといて、でもう急いで入れようが遅く入れようが8分音符しか入らないですね。ちょっとじゃあ続きを入れます。当然なんで8回押したら1小節終わりますよね。ちょっとここでスパイスで調味料で16分音符なんか入れてます ね。これ一見入れてる間はもたもたしてる風に見えるんですけど、通して聞いてみると、ここはリアルタイムで入れたところ、次からがステップ、小技聞かせてる感じですね。なので指1本でギターパートをちょっと入れてみたいと思います。さっきじゃあ作った伴奏に合わせて弾いてみます。こんな感じでやると、まあ、せっかく自分でこう作ったわけですから、これに合わせてなんか弾いて遊んでもいいですよね。せっかくロックだからロックオルガンとかにして、みたいなね。